Nishiko Dash Channel。どうも西村真也です。なんと隣にいらっしゃるのは石川浩二さんです。はい。今日なんと2日3つのイベントでご一緒させていただいて、はいね、若い人知らないと思うけどね。そしたらお父さんお母さんに聞いてみて、ね、多分ね昔タマっていうバンドをやってたこういうねランニングシャツを着てるおっさん知ってるって言ったら好き嫌いはともかくして多分知ってるよ。大丈夫ですか？知ってますよ。いやいやいや、もう国民的なバンドさん僕もずっと好きで聴いてたんですよ。で、それで以前にも実はお会いしてご挨拶だけさせていただいたことあったんですけども、今日久しぶりにお会いできて初めて舞台というかステージ上でご一緒させていただいて、そうですね、しかも「さよなら巡礼」を一緒に演奏させていただいて。で、僕の YouTube チャンネルの中で、はい、僕が高校時代から曲とか日記とかを書き溜めたノートを振り返るっていう企画があってですね、はい、でこの間その中で、はい、ちょっと実はマジな日記なんですけどちょっとぜひ見てほしくて、はい、ちょっと第7冊目なんですけど。わあ、これはいいね。第7回人の死に学べがあるんですけど、講師がなんとタマですね。今度2020年6月30日石川浩二さんと一緒のライブあるんですよ。この頃のこのノートちょっと見せたいな俺。99年の4月30日にほら石川さんの歌詞もある待ち合わせとか見せましょう。石川さんね、何度かね、過去にお会いしたことあるんですけど、なんかそういう、すげえ聞いてたんです、好きですっていうのはね、伝えてないかもしれないな。僕、人の歌詞に学べっていうコーナーがなんかこのノートのシリーズにあって、はいはい、いろんな方の歌詞を、はい、とにかく全部書き写して、で、勉強してたんですよ、高校生の頃に。なるほど。はい。その中にちょっと、これ、はい、いいですか、ちょっと、はい、石川さんに見せたいと思います。はい、こちらなんですけど、もう老眼でちっちゃいこれめちゃくちゃびっしり書いてあるんですけど、タマの曲ばっかりじゃん。そうなんです、これ全部狂ってるよタマの待ち合わせってアルバムの歌詞が今ここに全部書いてある、うん、20年ぐらい前なんですけど。そうですね、そうなんですよ、うん、で、まさにここに、あ、そうですね、待ち合わせっていう歌詞、歌は僕が作った歌ですね。そうなんですよ、歌詞、石川浩二、ここに名前を書いたって、今、まさかご本人に見ていただける機会が来る。ゲンゲロゲロゲガゲロのバス停に捕まり、赤いバスを待つ兄さんは吉村でハムカツ買って食べ歩き、粉がついている口の周りにハムカツの粉がついている口の周りにハムカツの粉がついている口の周りにハムカツのはい、やばい、これで歌っちゃうとちょっとあれなんで1番だけちょっと歌ってみます。嬉しいですね、貴重な体験をしているこれどうしても見ていただきたいの今日すごい本当に書いてる、びっしりびっしり書いてあるんですよ。めちゃめちゃ実は影響を受けててやっぱりね、その宇宙の感じがさよなら人類とかでもちょっと近い感じがありますよね。なんか死に対しての歌をすごく僕なんかタマの映画ってあったじゃないですか。タマの映画見に行って衝撃だったのが、それこそ死ぬその死にまつわることしか歌ってないって言ってました。って考えると確かに「さよなら人類」とかさ「野良犬が僕の骨くわえ」とかなんか全部繋がってくるんだよね。あ、言われたら本当にそうなんだ。そのデッドの死に対する歌詞がやっぱタマの映画とか見ててもそうですね。そう、タマのメンバーみんなやっぱりちょっとそこ共通してるとこがあって、はい、常になんか死を意識して、はい、ね、でも死は生の中にあったり死のものがごちゃ混ぜみたいなところは常にこうなんか入ってるところありますね、うん、そういうのを映画でも通して聞けたりとか、ここでもなんかそういう話を聞けてめっちゃちょっと今日もうなんだろう、ちょっとめちゃくちゃ嬉しい日を迎えてしまいました。すいません突然なんか。いやいやいやありがとう。いいですかだって。はい。いやありがとうございました。はい、突然でしたが本当に YouTube 僕のチャンネルに石川浩司さん出ていただきました。はい。本当にありがとうございました。またよろしくねー。